ブルトン国家社会主義労働者運動のハタブルトン国家社会主義労働者運動は1941年にテイフィール・ジュースットにより結成されたフランスブルトン地方のナショナリスト、分離主義者、ファシストの運動、ブルトン国家党から分裂して生まれ、同年に消滅した。ブルトン国家社会主義労働者運動の25、 過剰考量は、人民による人民のために作られた大衆的な、ブルトン国家の原則を基本として、ヨーロッパの新秩序を統合し、ブルトンのブルジョワジーとして最後に登場した自由、フランス軍を拒絶し、ブルトンの大多数である農民階級を保護し、ブルトンにパンを、ヨーロッパに平和を、ブルターニュに自由をと主張した。また、その実現は、イギリスによるのではなく、フランスでもなく、 ドイツでもないとして、ブルトン人民の中に存在する力と信頼を通じてのみとした。採用された旗は、オーリエ・モードレルが数年前にデザインしたもので、国家社会主義ドイツ労働者等の旗に告示しており、赤字に白い円の中央に黒いアーミンが配置され、労働者の血を表した。創始者のテイフィール・ジュースットは、イルイコール・エイコール・ビレ県の職場や工場から、 何名かの参道者を得て、レンヌのレストランの個室で約20回の会合を組織した。彼は議論を放棄し、小さな共産主義の分離主義者グループとの直接行動に着手した。彼は、イルイコールイコールビレ県知事のフランソワ・リーペアを攻撃する落書きを開始し、レンヌの植物公園やベルトランデュゲクランの像などが被害を受けた。ありがとうございます。